感謝を申し込んだ。ありがとうございます。前髪ウェッティ、なんかね、ウェッティじゃないけどね、少なすぎてこうなるんですよ。前髪量がなさすぎて。セリアさん、リオスケさん、修造さん、ありがとう。あよ、鼻がむずむずする。話が申し込んだ。ありがとうございます。ゆうてんさん、ありがとう。昨日は知らぬ間に寝ちゃってて、みけんさん、ありがとう。ありがとうございます。チキの持ち込みも今日までね。はよ、話し会申し込んだ。4月が待ち遠しい。ありがとう、待ってます。うん、ロマンティックお疲れ。まうん、ミキチー、坪ゆうすけさん、キョンシーさん、トシヤさん、ありがとう。はよ、Bless you, thank you. デブニアンさん、大好き上島のカズさん、ありがとう。ロイさん、ロイさん、お誕生日おめでとうございます。もうロイさん、おめでとう。ね、おめでとうございます。おめでとう。調子大丈夫。そう、ちゃんとしたやつ持ってきた。配信武道館のチケット後で発見してくる。あれですね、席が分かっちゃう。配信とねむね待ってた。お待たせ、ごめんなさい。久しぶりの道の朝配信見入れて、朝の声のおはようにすきみ。はよ、アンテナ2階付き。あら、もう発見したんですか。はよ、頑張ってください。ありがとう。どうかって、こうさ、こうなってるじゃん。受験立ち位置とかめっちゃ見られるよね。村勝オンリーユーさん、ありがとう。おはようございます。
仕事でどうしても武道館行けないけど、どうか楽しんできて、ありがとうございます。はいよ。福島太郎くんさん、ありがとう。はいよ。おはようございます。お仕事行ってきます。バイバイ。いってらっしゃい。頑張ってください。荷物を。本当めっちゃこっち寄りになっちゃうね。こう配信のおはよう。感謝く申し込んだ。ありがとうございます。腰痛くならん。確かにまだなってないけど、俺壁があるけん受けれない。今日も小学校、本当？今日運勢いい日だから今日発見してこよう。そうなんですか？標準調？うん。暗いから眠そうに見えるだけ。デブニャンさん、ありがとう。うん。定型文変えよう。おはよう。僕とミチの間の声。このアングルも好き。ほんと？でもこれも今日まで。これもこれまで。朝配信まで。はいよ。ありがとうございます。そう、自動で電気消えないだけよかったわね。ここはでもリビングですからね。リビングでも自動で電気消えよったらやばいよ。そう変わる。朝配信の時頭回ってなくてコメント一緒思いつかん。確かに朝だしね。おはよう。お話が初めて申し込みしてみました。ありがとうございます。お待ちしてます。リビング暗い。いや、明るくしようと思えばね、明るくできるんですけど、私は暗いところが好きなんですよね。あんまり明るいと落ち着かんというか。アモズさん、ありがとう。お家じゃない。いってらっしゃい。9月の監視役までのところを注文してきました。ありがとう。優しい。アモズさん、ありがとう。チェキ会今日申し込む。そう、ありがとう。チェキ会今日までですので、受付。ぜひ。間接照明で可愛さ増すのはわかる。なんでなんやろ。妹の再放送見たらお店がツインテールで若かった。自分がツインテールの人着て何のやつ。何でツインテールしたっけ。はよ。
よ。カップルの彼女みたいくらいのがいいって。そうなの。ギタリンピックはね、あ、1日目がなんだっけ、ツインテールじゃないや、ツインテールで、2日目がポニーテールだったのか。キヨさんありがとう。キーベーの時、キーベーの時そうだったっけ。キーベーの時一つだった気がする。分からんわ。ロイさん、福島太郎くんさん、雄一郎さんありがとう。はいよ、話し会も参加申し込んだ、ありがとうございます。鑑賞枠と話し会の申し込みは別なの。そうなんですよ。なんか何したいんだろう。鑑賞枠はお話し会のね、あのあれで追加されるかされないか決まってから、追加された部って感じでいけん、鑑賞枠って。今日も頑張ろう頑張ろう。縦の時のポニーテールも好きだった。縦の懐かしい。皆さんお仕事行ってらっしゃい。縦懐かしいな、英語で言ったやつ。あれなんか本当に放送されたって感じ。椅子のやつが見ていて一番しんどそう。椅子？あれか。え？椅子って何？ギタリンピックのやつ？ゲバントでやった。寝落ちしてない。誕生日の2日前に新曲販売ってなんか早めのタンプレみたいでいいね。私そうなんですよ。はいよ。モースは富子会が永遠に尊くて好き。本当ありがたいよね。3人の会を作ってくださって。民体系レース頑張ってたね。私はいなかったけど。椅子に乗って何時間ずっと走り続けるやつ、あれか。大変だったって言ってた。腰が痛くなったって言ってた。ゆいちろうさんありがとう。ツイッターフォローしたからリプするね。待ちしてます。道的にイモースで一番、イモースで思い出の回、思い出の回。なんだろう。なんか感動した回あった気がするよね。わかりやんわ。にゃあ、昔の妹の再放送見てたらみち大人になって無事になった。ほんと？昔、まあ今もそういう時あるけどさ、昔は丸顔が丸してる。椅子はね、今回見て同じ場所巡ったの懐かしい。でもなんか南京錠が見つかりにくいみたいな。成長したっていいことだ。うん、
このホテルさ、あのエアコンのつけ方わからん、そういうところよくあるよね。はよ、なんか穴はあるのに。ってやつ。はよ。ね。ストライカーの一滴。最初源流探しの旅。まああれも感動はした気がするけど。ああ、自分で調節できるのって。カッパ探しに行くか。私なかったそれ。洞窟に入るやつでしょ。めっちゃ大変だったって聞いた。それも雪合戦の結構好きだったりする。あー、それも出てない。雪合戦ね、なんか出てる人みんな楽しかったって言って帰ってきたよ。いいよね、楽しそう。2回やったよね今まで。トロがバンジーした時はいた？いなかった。なかなかいないね。私お疲れ様。特技のやつでシャドウしてたから見れてないからみたい。あら、一回やってらす。うん、トロバンジー、バンジーって怖い。なんか確かに。はよ、はよ、逃げてる逃げてる。あぶねあぶね、あぶねあぶね。キックベースね、楽しかった。なんか学生って感じで。跳ねとる。うそ。初見です。ありがとうございます。フォローします。ありがとうございます。うん。チアがトミコでびっくりしたね。ほんとそれが一番思い出かもしれんわ。イモースの今までのチアのくじ引きでトミコ当てて3人でチアリーディングしたの、あれすごかったな。ほんとにやらせを疑われるのではないかって思ったし、あの箱の中身が全部トロとコッコなんかとも思ったもん。そう、すごかったなあれは。うん、いや絶対疑われるだろうなと思った。学ランも見たかったりした。確かにね、うちもそっちが良かった。学ラン、神様の息の計らいね。
そうなんですよ。それでは壇上を読みたいと思います。ごめんね、ちょっと始めるの遅くなってね、申し訳なかった。起きてくださってた皆さんありがとう。あみちちゃんみたいに仕事楽しんできます。楽しんで。いや、高校の時チアはしてない。中学いきます。13位、ひょうさん。12位、だだ、おい変わっちゃった。いきます。13位、だだだだむどさん。12位、セリアさん。11位、ゾニゾニさん。10位、キョンシーさん。9位、ライザンさん。8位、ヒョウさん。7位、モモルンさん。6位、ギルスさん。5位、リョウスケさん。4位、アモズさん。3位、エムケンさん。2位、ユキさん。そして1位は、ルルルルルルンジちゃん、ツボイ、ユウスケさん。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位は、ルルルルルルンジちゃん、ちあきさん。ちあきさん、ちあきさん、初めて、ありがとうございます。ちあ歴あったんだ、初知り。いや、嘘嘘、ちあじゃない、応援団、体育祭、運動会の応援団です。全然そんなちあって感じじゃない、フレーフレーみたいな。逆になんか、なんて言ったら、学ランじゃないけど長いなんかやつ着てる感じの方、応援団ですみたいな。結構違くて笑ったごめんごめん。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリおー。それでは、またお会いしましょう。バイバイ。今日も頑張ってください。頑張ります、私も。バイバイ。